はい、どーも、パトナーの森です。今回のお話はですね、えー、独立した人向けにね、えー、お話ししていくというふうになりますね。 えー、独立をしてですね、えー、まず独立するところまでね、まあ行かないっていう人の方がね、大多数なのかななんてね、思ったりするんですけれども、まあ、独立したからいいよっていうことでもないですしね、しなかったからダメだよっていうことではないですね。えー、ここはね、注意しといていただきたいんですけれども、大体ですね、独立してね、やろうかななんて思ったらね、人の絵が一人いたらいいかなとかね、もう二人ぐらいいた方がなんか仕事うまくこう回っていくなと。3三人でやったらね、あの、項目やる時もね、まあ自分が切って落としたのを掃除してもらってとかね、 え、ね、なんかいろいろね、できたりしますからね。なのでね、えー、人を雇おうかななんて思ったりする方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、失敗するですね。まあ、1個目のね、えー、1個目じゃないかな、2個目ぐらいかな。2個目ぐらいのポイントね、あの、人を雇って失敗するっていうのがね、あります。人ね、あの、難しいんですよね、正直ね。あの、 あの、応募がね、来た時点でね、あ、応募してくれたんだっていう風な感じで、えー、事業者ねやってる、ね、独立した方はね、思ってね、あ、すごいね、やっぱ熱心にこう教えてあげようとかね、えー、いろんなこう、なんかこういうことやって、こういうことやってって自分の中でね、思ったりするんですけれども、えー、まあ人雇ってね、失敗するよっていうパターンがね、まあ普通にかなり多くあると。まあね、あの、会社やってればね、 失敗何個もね、しますんでね。まあその中の一個なんですけれども、大体ですね、えー、その、要するに失敗する原因っていうのがね、まあ私もね、えー、何年ももうね、会社をやってきましたんでね、なんとなくわかるんですけれども、なんとなくわかってきたというね、なんとなく想像できたというかね、えー、感じでね。 あの、そのね、失敗と成功を繰り返して今に至りますんでね。えー、まあ、成功したのかどうなのかちょっとまだわからないんですけれども、そんな感じでですね、あの、人を雇って失敗するのは失敗するのパターンとね、成功するのパターンもね、まあ、なんとなく見ましたんでね、えー、あの、もうなんとなくわかるんですけれども、失敗するパターンはですね、えっ、ー、と、基準がないとかね、その、なんで雇ったのかっていうところの基準がない。たまたま来たからとかね、たまたまね、その募集して、たまたまね、あの、連絡してくれたから、 熱心に教ええててあげれば覚えるんじゃなないいいかと思って雇いましたみたみそういう感じだとね、なかなかね、やはり失敗するというふうになります。でですね、事業者はですね、雇わないっていう選択ができますんでね、来てもらってもお断りするっていうことができますんでね、それしかできないっていうふうに、 あの、考えた方がいいです。入れちゃったらね、なかなかその辞めさせるっていうのはできませんからね、基本的にはね。なので、えー、ね、その、雇わないようにするっていう選択しかできませんので、ぜひね、注意しといていただきたいんですけれども、実際にですね、自分がどういうところの基準で、えー、雇っていくのか、どういうふうになってもらいたいのか、どういうふうな、あ今ね、状態なのかっていうのを検討しなきゃいけないよっていう話なんですね。で、どのくらいですね、 やっぱりね、その経験があるかっていうところをね、一つ、見る方の方がね、多いのかななんてね、私としては思うんですけれども、えっと、経験がね、あろうが、なかろうがね、まあ、正直あんまり関係ないですね。私がこう、見てきて、えー、や、実際にやってもらって、えー、なんやかんやっていう方ね、あの、うまい人うまいですし、下手な人ね、何年経っても下手ですし、言ったことがすぐわかる人はすぐわかりますし、えー、延々わかんない人もいます。 なので、そういうところをね、やはりその、えー、何かしらのね、何かでね、こちらね、あの、雇う側はですね、あの、判断しなければならないというふうにね、なります。で、逆にね、そのや、雇ってもらう、入る側の方の,の立場に、 で、考えればですね、そういうところがね、この一つずつね、えー、自分は強みなんだっていうのがあればですね、雇ってもらいやすいよと、他のところに行きやすいよっていうようなね、感じになります。でですね、まあ、たまたまなのかもしれないんですけれども、あの、他の植木屋さんとか庭師さんとかを経験して、何もない、特に何か理由があったわけじゃなくて、やめて他の植木屋さんに行くみたいなのはね、あの、注意しないといけないなっていうのはね、 結構思います。なのでね、経験ありますよの人のパターンの方が、私としてはね、あの、注意しないといけないのかなっていうふうにね、えー、思ったりすることの方が多いです。というのも、その前の植木屋さんとか庭師さんとかのやり方をですね、あの、全く変えないっていうパターンの方って結構いらっしゃってですね、えー、ま、頑固なのか、ああ、ね、その、何かしらの、そのね、 自分の中プライドがあるのかちょっと私には分からないんですけれども、例えばですね、1、えー、個取ってみるとね、あの、タバコ吸うのはね、お客さんの前でタバコ吸わないでくださいねっていうふうな感じでね、もう今時結構ね、えー、多くの会社さんだったりね、もうそれが普通だよねっていうふうな感じでなりつつある世の中に関わらずですね、えー、もう平気でね、お客さんのお,お家のね、敷地内でタバコ吸っちゃったよとかね、もうなんならそれそのままそこ捨てちゃったよみたいなね、後で掃除するからいいでしょみたいな。 そういうような感じの方をですね、私の会社の中で見たっていうことじゃなくてね、あ、そういう人いるなみたいなのをね、他のところでね、見かけたみたいなね、感じのことがありましたんでね、まあ十分にね、あれが治らない場合どうなんだろうなみたいなのをね、あの注意しなきゃいけないなっていうふうにあの感じたりします。あとね、あのお手入れとかに関しても、まあ細かいところね、あのお客様がね、ご要望こういうのなんですっていうのがあるにもかかわらず、自分のね、えー、その正義をこう振りかざしてね、 まあもちろんそれもね、あの植木屋さんに言いましたら経験とかね、知識とかありますんで、そっちの方がいいのはもちろんね、えー、重々承知の上お客様のご要望とすり合わせて作業するっていうのはプロの職人だと思いますし、プロのね、えー、そうなんですかね、職人ですかね。職人、職人ですね。なのでね、それをね、なんかね、あの、これでいいんだみたいな風にしちゃうっていう人も結構いらっしゃったと。 いうようなね、感じなんですよ。そうするとね、やっぱりね、その会社に合わないとかっていうような感じになってきますんで、どうしてもね、まあ、やめてくださいって言わなくてもね、もう勝手にやめてっちゃうみたいな感じになっちゃいますんでね。まあそれはそれでね、えー、まあ、いい時が経って一件落着だったんだな、みたいなね、感じで思うこともありますんでね。はい。なのでね、必ずね、注意しといていただきたい。そういうね、えー、経営の話ね、結構引き出しありますね、私ね。何人も見てきましたんでね。もう十何年やってるとね。なのでね、 あの、雇って失敗するっていうパターンって結構ありますし、あの、思った通りに働いてくれないって結構普通です。で、思った通りに働いてくれるまでに、どのくらいの期間がかかるのかっていうのも、その、要するに想像しとかなきゃいけなくて、その間は、このね、雇った、その、ね、方に関しては、まあ、基本的に赤字になってもしょうがないっていうスタンスで、 えー、雇い入れなきゃいけない。で、どれだけ早くステップすん踏んでも、まあ何ヶ月とかね、えー、かかっちゃうっていうのを踏まえた上で雇っていくっていう風な感じのね、やり方になってきますんで、そうじゃない場合は、大概の場合で失敗するという風にね、あの、思った方がいいというようなね、感じです。で、雇われ、 ね、雇っちゃったらもう辞めさせるっていうことは基本的にはできませんからね。なのでぜひね、えー、注意をしておいていただきたい。で、うまく育っていかなかったらどん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 ね、そのマイナスマイナスマイナスのスパイラルに入っていっちゃってね。で、その人より後から入ってきた人の方がなんかセンサーあってね、ずっと仕事できるようになったけど、その人がいるおかげで、なんか給料こっちの人にこう上げにくいな、みたいな。 空気が生まれてみたりとかね。そういうのも作っちゃうのも結局ですね、事業者である自分の責任になりますんでね。なのでね、まあ、必ずね、注意をしといていただきたいななんてね、あの、思ったりするというふうにね、思います。まあね、えー、あんまりね、独立してね、さらに人を雇おうっていうところまで行く人の方がね、少ないのかななんて思ったりするんですけれども、まあ私もね、経験したことになりますんでね、少しでもね、 えー、なんですかその、あ、そうなんだって思ってね。<laughs> なるほどなぐらいのね、感じで思ってね、えー、失敗するタイミング、失敗するパターンがね、一個でも減ればいいんじゃないかななんてね、思いましたんで、今回の動画という風になっております。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録も必いすよというかいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録どうもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。